西日本から東日本では連日初夏の陽気となっています。内藤さん、現在の状況いかがでしょうか。はい、現在東日本西日本ではよく晴れて気温も順調に上がってきています。まず今の気象衛星の映像です。朝曇っていた関東も雲はだいぶ取れて晴れてきました。東日本西日本この時間は穏やかに晴れている状況です。北日本北海道などは低気圧に伴う弱い雪雲、そして東北地方には西から次の寒気を伴った低気圧の雲が近づいてきています。北日本では引き続き気温はそれほど上がりませんが、はい、東日本西日本ではこの後も気温の方順調に上がる予想となっています。現在の各地の気温の状況、12時現在で見てみますと、はい、特に東日本西日本ではもうほぼピンク色、15度以上のところが多くなっています。赤いところは20度以上という状況ですし、はい、鹿児島県の志布志では25度も超えているといった格好ですね。東京は現在 17.9 度、名古屋は 18.6 度となっています。はい、昨日の同じ時間と比べてみましても、関東や、名古屋などでは昨日よりも 1,2 度気温の上昇が早いペースで発生していますね。はい、でこの後の最高気温の予想ですけれども、各エリアご覧のような数字となっております。はい、まあ、東京も20度前後、名古屋は22度、昨日と同じくらいまで上がるところが多い予想です。若干昨日より上がらないところもありますけれども、はい、ただそれでもね、4月中旬並みの気温が継続するといった東日本西日本となりそうです。北日本方面はだいたい平年並みの気温と見ています。はい、日中気温が上がるところでは朝晩と昼間の寒暖差注意となりそうですね。はい、最新の天気はウェザーニュースのアプリから確認することができます。ご活用ください。